兄弟がさ、ちょっと待って、あの野郎空手使うんだって話になったんだ。え、空手って言うやつだと思ってたら、うん、結構強いやつだぞ。空手がね、2段だか3段だかっていう話だと、そういえば俺も聞いたことある。そうか、どうしよう、やべえなって話になった。で、うちさ、明日晩どうしてこの部屋呼ぶんだから、酒をたらふく伸ばして、酔わせて、それをやっちゃおうと言うんだ。汚ねえ結局さ、だからね、まあいろいろ酔わせてやろうって話はなったんだけど、結局はやっぱり空手が怖いって話になってさ、話はね、そこで終わっちゃったんだけど、あれはやり損なったね。結構楽しいあれですね。いや、そんなことはしょっちゅう。あ、まあでも、割とね、そうそう、あの、そういうことがあっても、みんな結局酒飲んで、次の日になると忘れちゃって。